はい、川沢です、今日は、年越しそばを、食べながら、2016年を、振り返っていきたいなと思います。はい、年越しそばを今日は食べます。で、こっちは、ローソンさんで買ってきた、シューアラクレーム紅白クリームですね。で、年越しそばは、これですね、どん兵衛さんの、鴨だしそばを3つと、天ぷらそばを、3つ食べます。では、お湯を入れます。はい、というわけで、お湯を入れました。で、まあ3分経つまでにちょっと、まあ2016年ちょっと振り返っていこうかなと思います。まあまずはシュークリームでも食べる。そうですね、シュークリーム食べます。まあそうですね、2016年はそうですね、振り返るとまず1月はそうですね、まあ自分あの憧れだった、まあ中学校時代から憧れだったその大食い選手の方に出会えて、本当にあの興奮した。そうですね、興奮しましたね、本当にすごく。であともう一個は、そうですね、あのテレビ出演、結構あのテレビ出演が、今年は2本ぐらいあって、本当にびっくりしましたね、自分も。あ、いただきます。これ言い忘れましたね。うん、これめっちゃうまいっすね。あのいちごのホイップと、あの普通のホイップが入ったっぷり入ったやつで、すんごい美味しいです。で、あとはそうですね、あの、まあ、今やってる大食いの YouTube を始めたことですね。最初は本当何気なく始めた感じだったんですけど、もう今はもうなんか本格的にもうやっていこうかなって感じで、そうですね。で、2017年もそうですね、あの川猿チャンネルも本格的にちょっとやっていこうかなって今考えていますね。これめちゃくちゃうまいっすね、本当に。これいちごのホイップと普通のホイップが入ってて、いや多分もう3分経ったんでおそば食べます。
自分実はYouTube の事務所っていうんですかね、なんかちょっとわかんないんですけど、ウームさんにちょっと所属っていうか、ウームさんにそうですね入りましたね今年。それも結構びっくりしましたね。ウームさんって言ったら大食いの YouTuber で有名な木下優香さんが所属しているんで、もう本当にびっくりしましたね、自分が入れたことに。まあ今後も2017年も大食い動画、そうですね、頑張っていこうと思うんでお願いします。次はこっちの鴨だしそばいただきます。すごい出汁が効いててうまいですね。
最後の1個の、シュークリームです。もうこのいちごのホイップ本当最高ですね。本当めっちゃくちゃ美味しいです、このシュークリーム。ということで、2016年、もう、本当にありがとうございました。それでは、良いお年を。そして、この動画へのいいねボタン、チャンネル登録も、よろしくお願いします。以上、ガオドリでした。